仕事に追われ人生に疲れた。その時、俺のこと忘れたの？結婚まで約束した仲なのに。12年ぶりに再会した年下の幼なじみ。しばらく住まわせてくんない？そんないきなり。いいだろう。まさかお前にこんな特技があったとは。お口に合いますか？こんなに飯がうまいって思った。久しぶりかも。おはよう。近いんだよ。しかも卵付き。なんでこんなずうずうしい野郎に育っちまったんだよ。どうせヒロは俺に落とされるんだから。は？カリコさん、迷惑かけたみたいだ。 うちのヒロ君が意識してる？意識してよ。会いに来るべきじゃなかった。あいつは期待をしないからな。助けられてんのは俺の方じゃねえか。俺の余生くらいお前にくれてやる。パーフェクトプロポーズ。